陽明文庫像、この絵本宏筆、源氏物語は、源氏物語の写本。現在陽明文庫に所蔵されている、この絵本宏による書写本であることから、このように呼ばれる。この絵本宏による全条一筆の書写本であり、五十四条のロい本として、現在陽明文庫に所蔵されている。元禄十三年九月十七日に、若菜城から書写を開始し、 法永元年5月25日に夢浮き橋巻を持って書写を終了。同日切りつぼから競合を開始、法永2年9月16日に夢浮き橋巻までの一通り競合を得ている。その後も、聖徳3年5月10日まで様々な形で競合を繰り返している。この井元弘の日記、元弘後期、競合2年12月18日上に、 光源氏物語一巻及び五章一巻を文庫に収める。との記述があり、この記事の光源氏物語一巻が本社本であると考えられる。本社本には、源氏物語著者競合日数目録と、源氏神十と合冊した、この絵元広字筆の付属文書があり、これによって本社本の著者に用した時間、指数、 書者を行った薪の順序などが判明する。その他に本社本のいくつかの薪の端末に書かれている、書者奥書き、本社本と同じく陽明文庫に残された、この絵元宏の日記、元宏後記同じく陽明文庫に残された、この絵元宏の消息文などによって成立までの詳細な経緯を明らかにすることができる貴重な存在である。本社本のいくつかの薪の端末には、 書写奥書きが記されている。本写本の書写奥書きには、この絵元広によってこの写本を書写する際に書き加えられたものの他にもともとの素本にあった書写奥書きを、この絵元広がそのまま転写したものも含まれる。これらの奥書きによって、本写本がいつ誰によって、どのような写本を元に書写されたのかが明らかになる。これらの奥書きから、 本社本はという順序で転写されていったことが明らかになる。本書には、社本そのものと共に、源氏物語書写競合日数目録と題された文書が伝来している。この源氏物語書写競合日数目録は、源氏物語の各巻名を記した上で、それぞれの巻名の右下に牧書で、書写開始日と終了日を左下に諸書で、 競合開始日と終了日を記したものである。わずかながら一部の巻にはそれ以外の記述も見られる。巻所について、全体的な巻所は概ね現在一般的に見られる、巻所の通りであるものの、藤場釜、巻柱、梅氏、藤浦場、若菜上とあるべきところが藤場鎌、梅氏、藤浦場、巻柱、若菜上となっており、この前後の著者及び競合の順序もその通りに、 なっている。本社本の直接の書者素本は、平松寺良の書者本である。平松寺良宝永元年8月12日は、江戸時代前期の区下。平松家の第二代当主であり、初代当主、平松寺良の小西の当院寺喜びの孫にあたる。平松家は、この絵家とは、彼へ、文様という関係にあり、この絵元宏の娘、この絵広子が、 甲府徳川家の徳川綱豊と,と縁組した際には、形式的に、広子を養女に迎えている。平松寺陵は、聖四日した昭和和寺という地位にあって、五水野を天皇のもとで、御本和やからという書籍の収集、整理、副本の作成を担う立場にあり、五水野を天皇の子である、五歳天皇のもとでも、同様の立場にあったとみられる。 この平松寺寮による、源氏物語の書写本は、直接には、新因五本を書写したものである。新因とは、この江元宏の幼少時の被護者であり、古今伝授を与えた、学問の師でもあった、五歳天皇のことであり、新因五本とは、五歳天皇による書写本を意味する。この江元宏は、この平松寺寮書写本を、青表紙本の、字、図の本と高く評価しており、 また、三条西下本の素本から見て三回目の転写本で、あることから、三転本と呼んでいる。この平松寺両本は、この江本弘が著者、競合を終えた後も長くこの江本弘の手元に、あったらしく、元弘後期、競合2年12月17日上に、平、中納言入道書書源氏の本、数年仮の、 近日化控えしとあることから教法2年12月23日に行われた、この江元宏から、孫のこの江江久へ、伊勢源氏切り亀源氏が行われた頃まで、この江元宏の元にあったと考えられる。本社本の書写を行った巻の順序は、一般的な源氏物語の巻所の通りではない。最初に書写に取り掛かったのは、若名城官であり、その後も厳密ではないものの、 おおむね分量の多い薪から書写が行われている。分量の多い薪の書写を一通り終えた後、元禄十六年正月元日に、九中等において、毎年正月に降舎を行う伝統のあった、初音薪の書写に取り掛かっている。その後主観である、切りつ薪の書写に取り掛かり、それ以後はそれまでに、書写済みの薪を除いて、おおむね一般的な薪所の通りに書写が進められている。 なお、この絵元広は本社本の書者が、一般的な巻書の通りに進められるようになったのと、ほぼ同時期の元禄16年1月14日に、関白を辞任し、いわゆる隠居状態になっており、そのこととの関連が考えられている。本社本の付属文書として、陽明文庫に伝来している、現氏物語書者競合日数目録と、現氏神中による書者と競合の経緯は、 以下の通りであるなお、巻除一は、現在一般的に使われている巻除。巻除には、源氏物語諸社競合日数目録の巻除である。なお、陽明文庫に残された、この絵元宏の消息文には、上記の、源氏物語諸社競合日数目録の記述を、裏付けるいくつかの記述が存在するまた、同じく陽明文庫に残された、この絵元宏の日記、元宏後期にも、 上記の、源氏物語書者競合日数目録の記述を、裏付けるいくつかの記述が存在する。これらの記述によると、この絵元広は、この時期堀川の別邸に居住しており、一部例外は、あるものの、本邸の文庫に保管されていた、平松寺領書写本のその時に著者する薪だけをこの頃、本邸に居住していた孫のこの江家久に持ってこさせ、 書者が完了した巻の平松寺領書者本と新たに完成した自身の写本をその都度本邸の文庫に収めていたとみられる。また競合の際も新旧の競合を行おうとする巻だけを本邸の文庫から持ち出させており、作業が終わるごとに新旧の写本を本邸の文庫も戻していたとみられる。この井本博の日記、本博後期には、 源氏物語著者競合日数目録に記されている以外にも競合を行っている記録が見られる。源氏物語著者競合日数目録によれば以下のようにまだ著者が行われている途中の日付で源氏競合といった源氏物語を競合していると見られる記述がある。また源氏物語著者競合日数目録によると競合が完了している。 はずの放映2年9月16日以後の日付にも、以下のように、源氏物語を共報していると見られる記述がある。ありがとうございます。